はい、こんにちは、タカボンです。今日はですね、ボート偽装でもしようかなと思ってます。やっとね、お家も建って落ち着いてきましたんで、家族でのクルージングも夢叶いましたし、いよいよね、このニスパックも釣り船用にね、偽装していきたいと思っております。で、今回購入したのがこちら、Amazon で買えます。竿立てですね、ロッドホルダー、ロケットランチャーって言ったりもするんですけど、取り付けていきたいと思います。あとこのね、 GPS 魚探用のフードを手作りしましたんで、こちらこれも付けていったり、あとはボートのね、ボートカバー、こちらも購入しましたんで、そういった取り付けのね、動画をお送りしたいと思ってます。はい、まずはロッドホルダーから。これね、プラスチック製とステンレス製とあったんですけど、プラスチック製はこう2点止めなんですよ。2点止めっていうか4点止めっていうか、上下で止める形になってて、ご覧の通りここ狭いんで、ステンレス製はここ1箇所だけで止めるようになってたんで、ステンレス製にしました。で、どこにつけようかなって思った時に、まあ、ここかなって思ってたんですよ。ただね、竿を出すんだったらこっちの方かなっていうことで、邪魔になるんで、今回はここ、船外機の前ですね、に取り付けようかなと思ってます。しかもね、欲張りにも両舷にこうやってつけようかなとも思ったんですけど、まあ、ゲスト用ということで、まあでもそんなに竿も持っていくことないかなと思ったんで、もう1個だけつけようかなと思ってます。ここにボルトで2点締め。ただね、これね、作り的にボルトの取り付け面との間に空洞ができちゃうんで、これを無理やりボルト締めするとね、この FRP の方が割れてきちゃいそうな気がするんで、ここにね、ちょっとゴムシートを敷いて取り付けようかなと思ってます。ちょっとこれ切れそうだな、危ない。自分用、予備用、ゲスト用ぐらいな感じでいいんじゃないでしょうか。じゃあこれ加工していきたいと思います。これですね、もうだいたい5ミリぐらいの隙間ができちゃいますね、埋めよう。まあ、ホームセンターで売ってあるゴムシートです。5ミリ。ここにね、つけちゃおう。24ミリ。これがここにはまっていくわけですよね。中心にしつけて、彫刻刀ですね、の丸いやつ。ここだな。はーいってな具合でね、こんな感じになりました。じゃあ、あとはボート側に穴を開けてボルト締めするだけです。はい、じゃあね、取り付けていきますが、強度のことも考えるとあんまり、こんくらいかな。水平どうかな、下から追わないといけないかな。目分量でいきます。こんぐらいかな。ここでね、ちょんと下穴開けてからね、だいたい2ミリぐらいでいいかな。はい、はい、今下穴ほぎまして、次はね、もう6ミリいきなり開けたいと。穴開きました。最近ね、 YouTube で知り合った方と明日釣港に行ってきます。釣りです、釣り。その動画も近々もし撮影できたらアップロードしたいなと思ってますけど、ザガネ、もうちょっと大きいザガネがねあればよかったんですけど、なんせね、これ買ってきたのがね、ヒュッテなんで、探しているものいつもないヒュッテなんですよ。物がステンなんで、ボルトとかナット系もね、全部ステンじゃないとダメです。よし、こんだけ締めれば大丈夫でしょう。はい、こんな感じで締め付けです。おお、かっこいいぜ。なんか上向いてるマフラーみたいな感じがしてね。さあ、ロケットランチャーは取り付け完了です。次はこれですね、フード、 GPS 魚探のフード。これ手作りで作ったんですけど、 FRP のガラスマットとサフェイスマットを1層ずつですね、表面は艶消し黒で塗ったんですけど、糊、仕上がり糊、まあ割といい感じで出来上がってます。で、これは取り外しができるように、今日はマジックテープ買ってきました。これをね、つけてフードはつけたいと思います。これね、魚探ね、ほんと見にくい場所につけちゃったなと思うんですけど、はい、なんでもパーツクリーナーで脱脂です。こっちもね、強力粘着、真ん中で切っちゃいます。あとはカードを上方まで、はい、完成です。これがね、前回クルージングした時にね、なんかね、見えづらかったんですよね。つけてみましょう。入った、はい、どうだろう、肉眼だったらね、あった方が見やすいんじゃないかな。まあ、これがね、調光の時に活かされればいいですけど、上にあった方がいいのかな、やっぱ。ひょっとしたらね、場所を変えるかもしれません、上の方にね。で、こう釣りしながらね、こっち見てね、あ、反応出てるとか言ってね、言いたいですね。これいいでしょ。ほんとこんなやってね、妄想しますわ。釣りしたいわ、こうやって。あー、いいわーねー、いい船ですよ、ほんと。はい、
お次はですね、これですね、ニスパック用のボートカバーです。で、ね、前回のね台風17号の時にボートカバー本当飛んでいっちゃったんで、また購入したのはアマゾンで、こちらのねどうもメイドイン中国製らしいんですけど、届いてみたらね、なんか普通のブルーシートの銀色版って感じで、まあ、内容物こんな感じだったんですけど、これをねまた普通にねボートにかぶせようかなと。毎回毎回テント屋さんにね歯切れをいただくっていうのもちょっとね忍びないので、ちゃんとね自分で購入しました。2m×3m、 はい、質感はですねただのブルーシートです。これあれですね、普通にホームセンターでも売ってありますね。これちょっと歯止めの数がやっぱ少ないな、6箇所しかついてないということでですね、ちょっとね100均に行って歯止め買ってきたんです。ただねこれうちの近所の100均ね歯止めは売ってやったんですけど、歯止めをね打ち付ける歯止め工具が売ってなかったんで、さっきね連絡したら第一テントさんこれ打ってくれるってことで、また結局第一テントさんにお世話になることになりました。ありがとうございます。はい、サイズ的にはねちょうど良さそうですね。まあこれもねすぐダメになるんでしょうけど、じゃあ第一テントさんのところに出発。よいしょ、ちょっと風吹いてますよ。台風19号一過の日です。天気がいいんでですね、ものすごくなんか車が多いよ。到着はい、到着しました。すみません、お休みのところ申し訳ないんで、ちゃんとねタピオカを買ってきましたので、すみません、ください。あれ、ハトメを持ってきます。買ってきました。あ、いいですよ、あの上にうちの自動ハトメでやりましょう。本当ですか。はい、それの方がいいです。すごいです。前回も一回お邪魔したんですけれども、あ、すごい。おお、見てください、このまさにテント屋さんの作業。これあのテントじゃないですか、運動会とかの。そういうの作られるんですね。こうやってね。あ、はい。あ、すごい。自動ハトメ機っていうのがあるんですね。あ、しかもセットしてあります。5箇所か6箇所くらいなんですけどね。中間中間に1箇所ずつって感じですね。そうか、確かに圧力いりますから、こういう機械が必要にもなるんだね。あ、もう一発ですよ、これ。すごい、これは仕事になりますね、これだったら。 あっという間に希望の場所に着きましたね、こことかね。 ありがとうございます。これで本当あっという間でした。これボートに乗せられるんでしょう。ボートのカバーになります。こういう畳み方だったかな。お、本当ですか。ボートの上に乗せて、そういうことか。前に乗せて、っ両側に開く。だから全部こういうの写してもらっていいんです。丸めてるんですよ。あ、へー、すごい。あ、この間いただいた歯切れに似てますね。すごい。あ、ちなみにこの白はこれ何が中に入ってるんですか。シンナーシンナー。これはダンプ車の、ダンプ車の横のひらひら、煽りに使うやつ。めちゃくちゃ重いやつ。あ、ちょっと待って、持てない。重い、すごい重い。へえ、こういうのも扱われているという。これはありがとうございました。作業場まで見せていただいて、またすいません、お世話になってしまいました。ありがとうございます。一瞬ですけどありがとうございます。さあ、それではですね、第一テントさんでハトメをね入れてもらったシートをねかぶせていきます。きっちり締め込めるように輪っかを作ってつけていきたいと思います。こういう輪っかをね、僕が好きなのはね、もやい結びです。よいしょ、これね絶対取れないです。ボートのね試験で出てくるんですけど、僕はねこれが好きで、これしか覚えてないっていうか。ということでシート貼れました。まあこれがシンプルイズベストなボートカバーなんでしょうね。全部を覆うシートに比べりゃ安いんですけど、まあこれでねシールドは守れるんでですね、シールドがねどうしても色焼けてきちゃうんで、これさえ紫外線から守れればね、磨けば綺麗になるボートなんで。はい、あと編集これ間に合うかわからないんですけど、10月の19日にですね、熊本のですね釣りチューバーの人たちがお集まりになるイベントがあるという情報を聞きつけましたんで、参加して交流深めていきたいと思ってます。熊本でもね釣りチューバーさん賑わってます。
ご紹介しようかな。ですね、僕が好きなのはね、マボチャンネルさんとかね、釣れない釣り師さんとか、桃色吐息隊さん、他にもね、遊ぶコツばっかチャンネルさん、なんさま釣り日和さん、第五海遊丸さん、狂人さん、その他にもね、こんな感じでですね、もう間近なんでですね、本当ご紹介に漏れちゃった場合ごめんなさい。でそういうことでまたボートの動画も上げていきますんで、まあぜひお楽しみくださいということで、タカポンチャンネルでした。またお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。ということで今日はですね、クリーン作戦で港のゴミ拾いをですねしています。当日です。宣伝動画上げる前に当日になっちゃったんで、当日の模様をお伝えしています。ライター、ね、結構参加者多くてですね、グループ分けでいろんなところを清掃してます。こんな感じ。はい、ありがとう。ここもあるかな、うん。よーい、綺麗なの。ん、それもゴミかな。綺麗、私がゴミ見つけた。あ、ここめっちゃいいスロープある。またあったんね。あとはどのゴミか。フィッシュ、これ何。ん、いや、おっきいね。はい、ありがとう。盛り込んね、あんた。はいはい、ありがとう。すごい。これはいいなんとか教育ですよね。はい、なんとか教育。いいなんとか教育ですよ、本当。結構軽トラいっぱいのね、ゴミがね、集まりました。すごいですね。アイランドアマックス。パパ、これ、なんかちょっと待て待て待て、お手伝いできんじゃん、あんたがいたら。おー、貧乏学生のカーライフの、あ、メロンさん。メロスです。あ、間違えた、メロスさんですね。一緒に楽しみましょう。はい、ありがとうございます。顔出してよかったんですかね。僕、顔出し OK です。あ、顔出してますね。ぜひ、チャンネル登録お願いします。あんな車乗ってます。はい、ぼかしときます。釣れない釣り師さんのニゴくんですね。タカポンチャンネルは T シャツ見せて。ありがとうございます。ありがとう。あ、マボチャンネルのマボちゃんさんじゃないですか。あ、はじめまして、よろしくお願いします。今日はありがとうございます。あ、桃色と一体の、また来るんじゃないですか。よろしく。あ、それやりたかったんですけどね。そうそう、釣り師のマンですね。まあ、釣り師のマン。お芋。スターバーガーです。すごい肉準備してありますよ。肉、うわ、めっちゃいい肉焼けてます。あれ、イノシシのロース。下半身にいけますよね、翌日の。そんな肉立ちますよ。イノシシの油っていうのは人間の手で触ると溶けるんですよ。だから体につかないんですよ。うん、見たいよ。皮どうした？それどうすんの？ああ。癖悪いね。伊藤くんが今日はカメラマンで頑張ってます。いざ参らん。取り合いっこです。あー、懐かしい。初期のやつだ。はい、ただいま時刻は5時半でございます。
らっしゃいました。今日はですね、長江に行ってまいります。マリーナ保管18フィートベイライナー。なんかかかりましたけど、かかってます、まだかかってます。おー、おー、さあ、ゲット。こういうところがあるんですね。じゃーん、ボリューミーなお肉。うわー、おしゃれな空間、何でも揃えてらっしゃる。うわー、すごいとこだ、宿泊施設。うおー、入る機会がないですよね。こんばんは。こんばんは。来ました。そしてお塩焼きです。ドーン。Thank you for watching and subscribe to my channel. タカコンチャンネル。